タレ・ゴ5世は、ブルンジ王国の国王。ツチジン、ムアンブサ4世の第二王子。1961年に暗殺されたルイル・ワガソーレ。王太子は、イボニー。王位につくまでは、シャルルン・ディゼー王子として知られていた。1966年7月から11月まで、ブルンジ国王の座についていたが、クーデターによってその地位を追われ、ブルンジ最後の国王となった。 スイスのルロゼに留学し、教育を受けた。1966年7月の反乱によって、フォームワンブザ4世が退位した後を受けて19歳で、摂政となり、同年即位した。しかし、政治の実権は、ミシェル・ミコンベロ首相によって握られ、んタレ5世には、名目的な権力しか残っていなかった。さらに、同年11月28日、ミコンベロは、 クーデターを起こして王政を廃止し、ンタレゴイは西ドイツへと亡命した。1972年4月、ンタレゴイはブルムジへと帰国したが、すぐにミコンベロによってキーテガの自宅へと軟禁された。さらに、ンタレゴイの帰還と時を同じくして、フッツ族の大規模な反乱が始まり、その混乱の中でンタレゴイは殺害された。この反乱は、 ミコンベーロの手によって鎮圧され、約15万人が虐殺された。ありがとうございます。